高評価とチャンネル登録부탁드릴게요。本日は I love you 7話の予告を解説したいと思います。いよいよですね、あさって7話が始まりますので、あのマニサラゲーっていう名シーンからの2人なのでね、予告通りもラブラブですね。ね、なのでこの ラブラブに非常に期待してるのと、あとはもうね、最終話近づいてきてますので、あと4話終わったら終わっちゃうので、終わったらどうしようっていう ねすごい寂しい気持ちと、期待と寂しい気持ちが両立していて複雑な気持ちです ね、まあ、僕と同じ気持ちでいる、方たくさんいらっしゃると思うんですが、今日はですね、ポッポヘドデっていう、韓国語が出てきたので、それの解説と、あとね、衝撃的なシーンも、出てたりするので、それも皆さんに解説したいと思います。ではまずはですね、ポップヘッドで皆さんね、字幕がなかったのでどういう意味だろうっていう方いらっしゃったと思うんですが、ポップヘッドではポップが中なんですよね。なので中してもいいっていう意味なんですね、だけどですね、中してもいいぐらいだったらね、今のテオの日本語の実力でも十分喋れると思うんですけど、これをね、ポップヘッドでにした。しかもこれ持ってるものがね、よく見ると要は携帯の翻訳、なんですよね。だから翻訳で見せてると、もしかしたら、ユリはこう付き合い始めて韓国語を勉強し始めたんじゃないかなっていうね、予想なんですよ。ね、ご覧の通りね、ユリが「안녕하세요」って言うじゃないですか、ね、初めて韓国語を走ってくれて、まあ、初めてじゃないかな、まあ、とにかく「안녕하세요」って言ってくれたので、韓国人の彼氏だから積極的に韓国語を勉強するんじゃないかなと。でなるとですね、僕の出番なくなるんですよね。ね、テオの韓国語の心の声はもうなくなるんじゃないかと。寂しいですね、そうなるとね、さて、付き合い始めた2人なんですけど、まあ相変わらずね、テオは積極的に猛ダッシュ猛アピールしてるのでね、急に温泉行こうって言ってね、2人で温泉に行ったりとかね、スパーですよねこれ、韓国ではチムジェイバンって言うんですけど、まあ日本でもスパみたいのがあるので、そこに行って、このね、ご覧の通りのヤンモリ、ヤンは羊ですね、羊の頭、ね、タオルをこうヤンモリにするんですけど、それを しながらこのカップルを楽しんでますとね。ラブラブキュンキュンはこう7話、まさにこの穴場で、我々も幸せになれるようになれるようなシーンがたくさん詰まってると思うんですけど、反面ですね、それだけじゃないよっていうとこですね。それは何でかというとね、7、8、9全部ラブラブなわけがなくこれはカンドルも一緒なんですけど、ユリはですね、私心の声が聞こえるのって告白しますね。ここに、まあタイトルにも告白それぞれの思いって書いてあるんですけど、でもテオじゃないっぽいですよね。目線が一緒だから、おそらく女性、誰だろう、マヒロちゃんかな、誰でしょうね、皆さん分かりますか。なのでこう自分の話をするんですけど、これが何につながるのか。あとはまた教授が出てまして、君は彼女の全てを知ってますかとか聞くので ね。なのでテオもまあご覧の通りちょっと不安そうな顔になるんですよね。だからこのラブラブも続かないとね。またこのまあ7話の後半から8話は
ネガティブなシーンが出てくるんじゃないかなと思うとちょっと嫌ですよね。まあテオはね、何言われても当然理解しようとすると思うんですが、何でしょうね、なんか衝撃的な事実を知ったら、またユリから離れないといけなくなると、いやいやですね、ちょっとハッピーエンドへの道のりが相当大変ですね。まあどっちにしてもあと2日でね、2日10時で、火曜日10時で見られるので、あの展開が非常に気になるところです。ではまた。I'm not afraid.